西島秀俊氏は、日本の政治家、精神科医。北九州市にある、医療法人財団小倉加茂病院理事長。自由民主党所属の元参議院議員。宮崎県立日南高等学校を経て、日本以下大学卒業後、福岡県内の大学病院での勤務を経て、小倉加茂病院勤務となる。やがて病院開設者の無雇用紙となり、1984年に、 理事長職を継いだ。その後は、地元医師会の幹部を歴任し、1998年より、日本医師会常任理事。2004年7月、第20回参議院議員通常選挙に比例区から、立候補し初当選。当選後は、現役の医師議員として、厚生労働関係を中心に活動した。2010年7月11日の第22回参議院。 議員通常選挙にも再選を目指し、日本医師連盟と各地の医師政治連盟からの推薦を集め、立候補したものの、前年の第45回衆議院議員総選挙で落選した人物などが多数立候補し、特に党内でトップ候補女性が占めていた状況で、知名度不足のため個人票を集めることができず、落選した。日本医師会は西島の他に、 民主党の安藤隆夫、みんなの党の清水光一郎も推薦、支持したが、いずれも落選し、一人も代表として国会に送り込むことができなかった。小倉南看護専門学校の理事長もしている。2018年春の叙勲で、朝日中受賞を受賞。ありがとうございます。